ありがとうす,す。こんちひこそれでは今回なんですけども、D 払いがくれか対象外銀行口座やセブン銀行 ATM でチャージ可能にアップデートされた内容を簡単に解説ということで、今回は D 払いに関するちょっとしたニュースと追加機能の大きく2つに分けてお伝えしていこうと思います。 それでは早速一つ目なんですが、まずお題にもあったクレジットカードが対象外ということですが、早速こちらを見ていただきたいと思います。今もう出てるんですけども、D ポイントスーパー還元プログラム重要2019年11月10日より内容が変更となりますということで、ちょっと下の文なんですけども、D 払い対象外となるお買い物ということで、D 払いのお支払い方法が D カード以外のクレジットカードでのお支払いの場合、 還元対象外となりますということですね。 まあ、これを見た瞬間、えという風になったんですけども、よく見ると D ポイントスーパー還元プログラムが対象外ということになります。ちなみに D ポイントスーパー還元プログラムっていうのはこちらなんですけども、今右の画像なんですが、状況を満たすことによってもらえる D ポイントの還元率が上がるシステムのことですね。まあ、先ほどもお伝えしたように今回は D ポイントスーパー還元プログラムのみ紐付けするクレジットカードが D カード以外が対象外ということになりますね。なので現時点で僕が使ってる D 払いと紐付けしてるクレジット カードが還元のの対象外とななるわけではないのではいいご安心してくださいまあ、今の20%還元とかのキャンペーンとかですね。まあ、ぶっちゃけこの D ポイントスーパー還元プログラム自体の条件を達成している方は、僕の予想として D カードを持たれている方が大半なのかなというふうに思っています。まあ、けど D ポイントスーパー還元プログラムではなく、いつも使ってる D 払いと紐付けしてるクレジットカードが対象外になったら、その時はその時で結構ショックですね。 次に二つ目の D 払いの追加機能についてお伝えします。これは以前僕の YouTube のライブ配信でリスナーさんから教えていただきまして、早速 D 払いをアップデートして確認してみました。 いくつか追加された機能あるんですけども、まずこちら一つ目はチャージ機能からお伝えします。なんとですね、d 払いでこれまでできなかったチャージが可能になったんですよね。これまではドコモユーザーの方であれば、携帯代金と合算されていた方も多いと思うんですけども、まあ僕のようなドコモユーザーではないユーザーからすると、これは嬉しいニュースですね。まあちなみにドコモユーザー以外の方は、これまでクレジットカードと紐付けして使うしか方法はありませんでした。 で、今回のチャージ方法としましては3種類ありまして、銀行口座、セブン銀行エティム、コンビニからの、まあ、この3つの方法となりますね。銀行口座に関してはその名の通り、D 払いに銀行口座を紐付けして、そこから D 払いにチャージする方法。 セブン銀行 ATM は、まあ、お近くのセブンイレブンなどに設置されているセブン銀行 ATM から好きな額をチャージする方法。コンビニに関しては、ローソン、ファミマーミニストップなど、ファミポートやロッピーなどを使ってチャージする方法ということになっています。まあ、この3つの中であれば、個人的に、ね、2番目のセブン銀行 ATM でのやり方が一番おすすめかなと思います。というのも、まあ、セブン銀行 ATM はセブンイレブン以外の場所でも設置されていることが、ここ最近結構多くなっているので、なので、まあ、気軽に誰でもやりやすい方法かなと。 と思います次はこちらの送金機能ですが、D 払い同士であれば送金が可能となりました。あとはなんとですね、D ポイントを送るという機能も追加されてます。なんかそのポイントを送るっていうのはな,なんだかちょっと不思議な感じですね。一応ポイントを送る時の注意事項はこんな風に出てました。ちょっと読み上げると、ポイントの種別を問わず執行までの日数が短いポイントから優先して送られます。ポイントの種別及び有効期限はそのまま引き継がれます。ということなので、なのでキャンペーンとかでもらった D ポイント期間用途限 限定というようなタイプでも一応送ることはできるみたいですねけどやっぱり期限切れには注意が必要かなと思います あとは利用履歴が確認できたりですとか、限度額の変更ができたりとか、最後のこちらの出勤なんですが、出勤の依頼をかけて、だいたい1日から2日程度に指定の銀行口座に振り込まれます。ちなみに出勤の限度額は1回あたり2万円までということですね。ちなみにこれらの機能を使う際には、事前に D 払いのアプリ上でドコモ口座という登録をしなくてはいけないので、そこだけ気をつけておいてください。まあ今回は新機能についての紹介でしたので、あえて省きましたのでご了承ください。まあ そんなこんなで今回は D バラについて2つ D ポイントスーパー還元プログラムのクレジットカードが D カードのみになるということと D 払いの新機能についてお伝えをさせていただきました。まあ現在 D 払いでは今月の14日まで D 払い20%の還元のキャンペーン中ということもあるので、まだ D 払いデビューをされてない方がいらっしゃいましたら検討してみるのもいいのではないでしょうか。一応今回参照した D 払いに関する資料を下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。